No battery. Please charge.はい、ご視聴ありがとうございます。はい、今日はね、シーンがねまた届きましたので1点目ですね。こちらのねロンティーになります。あ、ね、前回注文したこちらのロンティーがこういう風になってるんですけど、気に入ってで、またこういう感じのねデザインがあったので注文してみました。こんな感じね。今回は袖部分がこんな感じになってるんですよね。ここがね、可愛いですよね。こんな感じですね。はい、お次は2点目ですね。で、これと同じようなやつをもう1点買ったんですけど、これかな。色はね、白にしました。こんな感じで、ね、こういう風になってるんですね。今回ね、だいたい洋服は M サイズを頼んでるんですけど、スーツみたいなやつをね今回初めて頼んでみたんですけど、そっちはね S サイズにしてみました。またね、私と同じようなね体型の方、よかったら参考になるんじゃないかなと思います。はい、もうこういった T シャツ類はね M サイズにしております。こんな感じですね。はい、そしたら2点目。で、あとね、半袖の、もうね夏もねもう少しで終わるので、今回 T シャツ、半袖の T シャツは1枚だけにしました。これ普通のやつなんですけどね。ね、黒いね T シャツってそんなに持ってないなと思ってね、こちら頼みました。あ、これ、ここに CEIN って書いてますね。うん、はい。はい。そして、ガラッと変わって、フェミニンなね、ブラウスを注文しました。今回でまた注文したものは下のね概要欄に貼っておきますので、あ、いいなって思った方はチェックしてみてください。こんな感じ、こういうね、かわいいね。ちょっと中がね透けるのでね、インナーは必須です。お袖がねボリューミーになってますね。洋服はあとね3点かな。またすごいこれ可愛いなと思って、これ一目惚れなんですよね。こんな感じ、今ね着るにはちょっと暑いけど、肌寒くなってきたらロンティーの上にこれ着ようかなと思って、ね、ちょっと上と下ね今合ってないんですけど、こんな感じでね、ワンピースは今回は1着だけです。すごい可愛いやつを見つけました。これ大丈夫かな、裾が心配なんだけど、サイズがね多分 M だったかな。あ、 M ですね。で、裏地はやっぱりついていませんね。うん、ついてない。はい、こんな感じですね。ちょっと長いかもしれないけど、リボンがねついているので、ちょっと調節はできるかもしれないですね。これも長袖なので10月ぐらいにね着れればいいかなと思ってます。こんな感じで、なんかシーインさんって後ろにファスナーとかボタン多いよね。あと初めてスーツを買いました。
こんないつ着るんだよっていう感じですよね。あー結構苦手な素材かもしれないとね、選ぶときにね素材までじっくり見なかったんですけど、こんな感じ結構ツルツルした感じなんですね。こんな、ちょっとねこの T シャツの上から今着てみますね。あーもうちょっとね色が薄い緑かなって思ってたけど、思ってたのと違ったかな。こんな感じなんですけど、また上下合わせるとこんな感じなんですけど、結構おしゃれおしゃれになっちゃうよね。え、本当にこれはお出かけ着ですよね。あー多分丈が長いかな。それとね、あと靴を買ってみました。私初めてなんですよ、こういう靴。パンプスっていうのかな、写真見た時に可愛いなと思って注文してみたんですけれど、すごいこんなのがついてる。こういうのってなかなか私普通の店舗であんまり見たことがないなと思って、それもあって面白いなと思ってスーツにちょっと合わせてみますね。そしたらね、じゃあ今からねこのスーツとワンピースと何か他にちょっと数点着てみますね。これちょっとどうやって履くの？これ面白いね。でこれを通すのか、こんな感じで。感じですね。とね、ズボンのね裾はねやっぱ長いですね、うん、これねペタンコのね靴履いてるんで、まあ、このスーツを着るときは確実にヒールのある靴を履かないとアウトですね引きずっちゃう。まずねロンT着てみました。じゃあね、ジャケットを羽織ってみます。はい、こんな感じですね。なんかこう中途半端なジャケットもねちょっと珍しいですよね。あ、若い時ってこんな中途半端なさジャケットってなかったような気がするんですけど、カバンを合わせたらこんな感じですね。この T シャツの上にこのベストを着てみましょう。ベストを着てみました。意外とこのベスト難しいかもしれない。これにベストを合わせてみようかな。ちょっと着替えます。着替えました。この中がねスケスケなんですけど、中はねちゃんとキャミを着ております。ちょっとこれ S サイズでも良かったかな。ちょっと私には大きいかな。シースルーですね。
ちの方が合うかな。個人的にはこのベスト好きなんだけど、なかなか合わせるのが難しいかもしれない。なんかね、こう動画で見るより鏡で合わせたのを見る方がなんか可愛いんだけど、なんか動画だとなんかねもさーっと見えます。うん、これ可愛いと思う。はい、じゃあそしたら次は最後にねこのワンピースを着ます。はい、ワンピースにね着替えました。これ M を頼んだんですけど、S で良かったかなーって思うぐらいちょっと大きかったです。で、後ろのねファスナーが結構ね下まで来るので、上からこうやってかぶるよりもこう下からね履く感じで着るのに楽でしたね。これはなかなか、うん、いいと思います。でね、丈はねやっぱりちょっと長いですね。ちょっとお見せしますね。こんな感じです。まあでもペタンコの靴でも、まあ、ギリギリ大丈夫ですね。シワが目立ちますね、相変わらず。裏地がついていないから、まあ、透けることはないと思いますけど、私は心配なので、ペチコートをね、履くと思います。ちょっとこのねベストね難しいなと思いました。で、今回ね思ったんですけど、初めてねスーツを頼んだんですけれど、いや色ですね、私が選択を間違えたのがやっぱりこの難しいこのグリーンをね選んでしまったのが失敗だと思ったんですけど、もし、購入するんだったらベージュかやっぱ黒ですかね。ちょっとグリーンはね難しいなって思いました。これすごいしっかりしてる。
Please charge.
最後まで、ね、ご視聴してくださった方が、ね、いましたらありがとうございました。はい、じゃあね、バイバイ、ハッピーライフ。いやー、このブラウスね、これ写真の方がね断然可愛いわ。なんか自分が着るとなんか違う